秋山通るは日本の男性シンガーソングライター。佐賀県出身。身長181センチメートル。1979年11月29日に佐賀県に生まれ幼少期を過ごす。その後は名古屋へと移り少年期や思春期の多くは名古屋で過ごした。高校時代、深夜番組で偶然に見たエリック・クラプトンをはじめとするロックギタリストの音楽に衝撃を受け。 エレキギターを始める。ブリティッシュロックをルーツとしたバンドを結成。ギターとボーカルを担当。名古屋のライブハウスを中心に、精力的なライブ活動を行う。同時に、ブルースバンドのサポートギターなどを経て、ストレートなロックと、初期パンクのオリジナル楽曲を中心としたバンド、キー、ロックボーイズを結成。ギターとボーカルを担当。 名古屋ハートランドスタジオを中心に活動。CBC テレビの深夜番組、キング・オブ・インディーズに出演後の2002年1月、解散ライブを名古屋クラブクアトロにて行う。大学卒業後、車の営業マンを2年経験。不自由のない社会人生活だったが、音楽への夢が諦めきれず、1年発起してバンドを結成する。同時に、個人的で託録していた。 デモテープが東京の音楽関係者の目に留まり契約。ソロのシンガーソングライターとして名古屋でワンマンライブを行った後、上京。都内ライブハウス、ストリートで活動。ファーストマキシ、僕は帰らぬ君を思うを全国発売し、その後かつて中森明菜などを手掛け、数多くのアーティストへの楽曲を提供していた作曲家、関根杏利衆が主催する。 レーベルビレッジオブボイスに席を移し、ジャック・ジョンソン、ジー・ラブをリスペクトした弾き語りをベースとし、ヒップホップ、R&B、レェエ、ファンク、ブルーズなどを融合した独自の音楽を制作した。そして、2006年12月10日セカンドマキし、ライク・エースロー・ウィンドウを発表、新しいアコースティックサウンドを打ち出した。2006年12月に、名古屋で、 レコ発ワンマンライブを行い、2007年2月には、自身初となる、ライクエスロー Low w i 九州 3D エイス、を行う。また、2007年4月初旬に、東京、名古屋、大阪のライクエースローウィンド、n d 透明版ツアーを行い、その後2009年3月に、音楽レーベルウェイティン、グ、フォーミュージックへと席を移し、4月にファーストアルバム、レッツ、ヒットザロード、を発表。 東京、阿佐ヶ谷にてワンマンライブを行い、その後名古屋、福岡とライブツアーを行い、7月には原宿にて初の自主企画イベント ACO バケーションを開催。11月には日本放送、テリー伊藤と林家太平の乗ってけラジオにゲスト出演。2010年1月にアコースティックギターのメーカー、コールクラーク社とモニター契約を結ぶ。しかし、 この頃プライベートで起きた不幸な出来事をきっかけに2010年5月5日名古屋でのライブを最後にアーティスト活動を一旦休止した。しかしこの時期からインディーズアーティストや声優に楽曲を提供するようにナリウェイティン・フォーミュージックのサウンドデザイナーとして企業 BGM や声優のボイスサンプルなども多く手掛けるようになった。その後2014年7月から シンガーソングライターの活動を再開するとともに、現在はフリーのボイストレーナーとしても活動をしている。ありがとうございます。